はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。プロジェクト世界を始めていきたいと思います。今回はですね、もう3周年目前なんですけれども、もう本当に多分これが投稿されるときはもう3周年になってるはずなんですけど、まだ今録画してるときはですね、まだ3周年になってないんで、3周年の内容が分かってない状態でやっております。ただ今出てるんですけど、そのユニット PV がレオニからももちゃんでビビバスっていう風に出てるんで、でいつ撮ってるかが丸分かりそんな感じなんで、まあだいたい1週間ぐらい前に撮っておりますなんでもうドキドキ感満載みたいな、もう各ユニットの PV 見て、で新衣装着てみたいな、新しい衣装を、めっちゃ可愛かったビビバス。いや、どのユニットも可愛かったんですけどね、ビビバス良かったなー。衣装可愛かった小羽ちゃんとか、もうスタイリッシュでかっこいいっていう感じが一番適切なのかもしれないんですけど、よかったなぁ。ももちゃんもよかったなぁ。結構ブルー系な感じで、なのですごいどのユニットもよかった。でもまだあと2ユニットあるんですけど、今回はですね、イベント、あんちゃんのバナー、もうガチャ引きたいけど、もう周年が来るから、3周年が来るから、もう我慢ですよ。ちょっとガチャ引きたいなと思ったんですけど、致し方あるめい、これは致し方ないのでガチャは引きません今回Let's study hard っていうことで、まあ赤点があって、やばい、進級がやばいっていう、あんちゃん、あきとくん、あと、天馬先輩、つかさくん、がいて、で、なんだっけかな、あ、出席日数でやばい、みずきみたいな。とにかく新級がやばい組がいて、でその新級やばい組にプラスアルファで、そのやばい組に勉強を教えてあげるるいくんとかっていうそんな感じでしたね。もう新級やばいんかいっていうなんかちょくちょくなんかそのテストがやばいみたいなことはあったんですけれどもね、そんな話はちょくちょく出てたんですけれども、ついに進級が危ぶまれるっていうね意外だったのは、司くんがね、なんだっけかな、物理だっけかな、なんか一つだけやばいっていうのがあったんですけど、なんかそつなくこなしてそんな感じだったんですけどね、意外に理系が弱いですねそんな感じで、まあ、こういうメンバーが、あとそっか、確かルッくん連れてきたのがトウヤくんかな、勉強やばいんだろうっていうことで引き連れてきた感じ、お願いした感じで、なんで神子メンバーが集まって勉強会みたいなでクリアしていくっていう感じなんですけれどもその第1話の恐ろしい知らせって、もうなんでしょうね、ギャグ会ですよ、ギャグ会宮城はそのこの前のストーリーのザ・宮城軍団、こっちの方ね、は彼女たちは勉強で困ることはないわけですよ、みんな優秀この宮城メンバーは勉強で困ること大
誰もいないんじゃないかな、多分。あんま聞いたことないな。なんか勉強大変は聞くんですけど、勉強やばいっていうのは聞いたことないんですけど、こっちのメンバーはなんかほんわか、あのさきちゃんをみんなで応援しようみたいな感じで、うん、なんかサプライズもありつつもみたいな感じでほんわかなんですけど、ほんとこっちギャグ界みたいな最初の入りはで、みんなやばいんだよみたいな感じから、じゃあ勉強会しようみたいな、うん、なんですけど、なんかそれだけじゃ終わらないっていうのがこのゲームのすごさ、ストーリーのすごさなんですよね。そのギャグで入るけれども、最後はちゃんとなんか心に残るみたいな、ちゃんとなんだろうな、心にグッてくる言葉を残してくれるっていうのが、なんかどのストーリーもそうなんですよね。ギャグ界みたいな感じで、なんかにぎやかな感じの、面白い感じの回で、そのイベントストーリーで何本かあるんですけど、必ずそれ最後の方はなんかグッと来るような、今回でいくとあのあんちゃんがなんだろう、前向きに頑張っていくっていう、でそれがみんなに支えられてるなっていうのを気づいて、でいろんな人から、まあこれもその前回はさきちゃんがみんなにその元気を振りまいてくれてっていう、それによってみんなが今度いろいろ彼女にやってあげたいとか、さきちゃんに対してなんかサプライズしたいとか、応援したいとか協力したいっていう風にやってくれたのと似てる感じなんですけれども、あんちゃんがいつもその分け隔てなくというか、そのなんだろう、あんちゃんって昔からビビットストリートっていうところで大人の人たちとか、その音楽を通してなんだろう、会話というか、まあそういう風にコミュニケーションかを取ってきてっていう感じで、なんでちょっと他の人と、普通の人とは特殊なまあ育ちって言ったらなんなんですけど、そんな感じで、なんかそういう感じで当たり前のように街に人がいて、当たり前のように音楽が身近にあって、いろんな人とコミュニケーションしてっていうのは偏見がやっぱなくなるんですよね。なんでいろんなその狭いところで生きてきた人に対していろんな人と会うっていうことは、あこういう人もいればこういう人もいるし、あこんな人もタイプもいれば、あこういう人もいるっていう風に知れば知るほど、人間ってその多様性というか、いろいろな人がいるなっていうことに気づかされるわけなんですけれども、そういうのをあんちゃんっていうのはその町音の人を通して学んできたわけなんですよ。そんなあんちゃんがですね、まあ学校っていう狭い空間というか中に入るんですけど、そういう風に過ごしてきたあんちゃんなんで、学校でも分け隔てなく、あんま先入観を持たず、その人と人間と人間同士で付き合うっていうのができる子なわけなんですよ、あんちゃんっていう子は。なんでそれでまあいい、本当にいい意味で裏表がないというか、そんな子なんでそんなあんちゃんは困ってて、やっぱりそのいつも身近にいる人もそうだし、あんちゃんのクラスメートだったりっていろんな人が彼女を応援したくなっちゃうっていう自然とな。でまああんちゃんもこの1年でそのいろいろな出会い、小羽ちゃんとかの出会いもあるし、イベントストーリーとかで何さんのこととか、いろいろな精神的にきついことも受けてきて、大変だったこともあって、それもいろいろまだ完璧に乗り越えたっていうわけではないんですけど、乗り越えてきたわけなんですよその大人になった
あのあんちゃんも見ることもできるし、このストーリーはで、ちょっと勉強に対して前向きにっていうか、うん、なんかその今までとはちょっと、今までは音楽を通して見てきたあんちゃんたちのキャラクターだったんですけど、今回は学校のそのテスト勉強を通してちょっと別な角度でまた見ることができる、まあ、あんちゃんの素直さだったり、そのあの気持ちがいいくらいの性格だったり、それをの周りにいる瑞希だったり、まあ明人くんだったりっていう、あのメンバーのちょっとした日常を垣間見ることができたあのイベントストーリーだったんじゃないかなっていうふうに思います。なのですごい、あーもう新級だって感じですよねもういよいよ新級だ、30年来ちゃうみたいな、どうなるのかなって、その今その各ユニットの PV が出てて、これ進級して2年生になるけれども、あと3年生になるけれどもどうなるの、新しく1年生入ってきちゃうよみたいな、どうなるか。なんかその1年前の、その周年の2周年か去年だった20年の時の衝撃といったらなんかそのジャーニーかな、ジャーニー聞いた時の衝撃はすごかったんですよね。ジャーニーどこだっけ、その他か、ジャーニーこれ横で上絶良かったもんな。この PV かな、動画があってそれ見た時もすごい良かった、もうテンション上がりまくりなんですごい楽しみなんですけど、今回はですねジャニーは次が多分録画する時がもう周年、絶対もう何やるか分かってると思うんで、これとかも久々にやろうかな、群青とかもやりたいし、新しい曲が入ってくれる、あ、新しい曲入るはずだ、なんかその情報も出てたな。なんでそっちの方でやろうと思うんで、今日はそうだな、あんちゃん出てたからあんちゃんの曲やりたいんですけどあんちゃんの曲やりたいんですけれども、その前に一つこれだ、ルカさんだ、ルカさんのやつつい最近入ったんでそれやります。これですね、これ聞いた時ですね、これかっこよくてがかっこくてになっちゃった、かっこよくて、あ、いい曲ですよね、すごい。なんかわかんないですけど、ルカさんって感じ、ここの最初とかの入りとかすごい好きなんですよね。ただあのエキスパートは初見なので、フルコン取りたい。ただ今日これが初プレイなので、今日初プレイなのでまだ指が全然慣れてないです。
あ、間違った方向、間違った。そう、押したと思った、押してなかった、ショック。あとでフルコン取っときます。あの、いやー悔しい。ここはフルコン取れたと思った。今グッドが何個か出ちゃった。いやー、この曲はやっぱ一番最初が好きだな、入りが。あー、油断した。前回はですね、さきちゃんのバナーのイベントだったんで、さきちゃんをたくさんやったわけなんですけど、マスターは出たな。マスターいくらなんだ ?28 か。さきちゃん曲を前回やって、なんで、あんちゃんバナーなんで、あんちゃん、ビビバス、どれにしようかな。街好きすぎて動画で結構やりすぎた感あるんだよ。どれかな、あんちゃんって感じの。これ大好きなんだよな、やりすぎだ。でも結構でもなんか、なんかどれだろう。ちょっとこれやろっかな、久々に。めったに、なんだっけこれ、26か。こっち29。あーどうしよう、29でもいけるかもしれない。行ってみよう。いやー、ちょっと生きりすぎたかもしれない。できないかもしれない。方向間違うんだ。ダンプラランタンタンタラタンタンタン。あー間違っちゃった。ダンプラランタン。意外といけるかもしれない。わかんないけど、でも最後とかにすごい、すごいなんかできないのが来るかもしれない。あ、なにこれ。さっきの何、さっきのロングノーツ何よ。あーほら、わ、何これ、これわかんないんだって。さっきのどうやらの、あれどうやってやんだろう、話すところがわかんない。あー
なんで繋がったかわかんない、最後のらへん。途中のログノーツ何あれ。汗あれ途中で話すの？シッパじゃダメなのかな。まあ行きましょう。フリックが方向が全然違うのがたくさんあった。これね、コハミちゃんの曲、これいいよね、この曲。これ最近半年以内に絶対やったからやらないけど。いいね。あ、これアンちゃん曲なのかな。どれにしよう。なんかこれやった記憶が27やったのかな。31でしょ。できないよ。なあ、どれにしようかな。でもこれやろっかな。悩んだ末3曲目これいきます。なんか悩んだ末、しかも31はできないな。31の勝率 20% くらいです。多分この編成って言ってもそうだろうな。私だけかもしれないんですけど、プロセカあるあるで一旦フルコン取ってしまった。すぐ取って間違った。すぐ取ってしまったやつは意外とそんなやらないっていう。フルコン取れない方がすごい聞き込んでいる。なんで好きな曲なんですけど、フルコン取れない方を優先しちゃうと全然聞けないっていう。まあそういうのを乱さずに、もしかしたら好きな曲だけやった方がいいのかもしれないですけど、なんかせっかくやるんだったらなんかできる曲が増えたいなと思って、できない曲ばっかやっちゃう。なんかこの曲もすごい好きなんですけど、あんまやった記憶がない。ここら辺のリズムは好きなんだ。あ、叩いて結構気持ちいいなこれ。好きなタイプの配置かも。アンチャラランチャンチャン。そのカップラーメンのカップラーメンのやつでユニットを超えて、まあ兄弟でとか、あとなんだっけかな、あ、これその他に入ってるんだ。もうこれをここら辺兄弟ですよね。うん、あーこれとかなんかそのあーこうもうほとんど兄弟だな。兄弟姉妹だな。
とかそのユニットを超えて歌うものがもっと増えてほしい個人的な願いいや、いい人こういうんですよね。その元からあったもう神曲みたいなのから、もうプロセカンの曲、書き下ろした曲とかいい曲とかありそうなんだよな。せっかく今回は司くんとねねちゃんもなんかいっぱい出てたな。なんか差し入れで。なんで、まあ M ちゃん以外の3人が出ていたんで、せっかくなんで、ワンダーショッからも。いい曲多いんだよな、これとかも大好き。でも今回は、あれかな、司くんがテストから待ってたから、司くん曲やろうかな。司くん曲ってどれなんだろう。司くんの書き下ろしとか、あー88とかなのかな。え、チュルリア、あ、でもチュルリア絶対違うな。これとかなのかな。これあのピアノのやつですよね。これやろう。あ、何やったっけ。あ、普通にエキスパートだ。マスターじゃない。きっとどこかで気づいてたんだ。もうね、もうこれピアノがすごいいい感じですよね。もう大好き。あー間違った。ダダダンダン。聞いちゃう。あれなんで間違ったんだろう。ここのピアノ最高に、本当にパンがグッと出してまくり。このね、ここのルイ君いいですよね。いやルイ君どの曲もいいとこ持ってっちゃうね、本当に。あれ、グッと来ちゃうな。今のダカダカダンの音が最高にいいもんな。フルコン取ったら88なんだけどな。フルコン取れなかったからダメだな。いやー、いい曲。いい曲。4曲目かな。で、水木がいたから、せっかくだから、ニーゴのなんか、ニーゴどれがいいかな。これいい曲。これいい、全部いい曲なんですよ。全部いい曲なの。いやー、これだなー。どうしようかな。これ26なのか。今いってるかな。ダダ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 ダ
久々実は。ジョフルコン全部撮ってるからな。でもいい曲なんだよ、どれもいい曲だよ、これもいい曲の、このしっとり系が、しっとり系盛り上がり曲が好き。ここね。ここがいいよね、サビの。っていうメドリーラインすごい。素敵だよな。プロセカやったらね、いろんな曲聴けるからいいですよね。ここの盛り上がり、いい、要するに。ここ、ああ間違ってて何が何だか分かんないです。最後のここのね、曲の感じがすごい好き。なんですけど、すごい間違えちゃった。もう集中力が。集中力がなくなってる。ダメだ。ということでですね。まあ今日は、今回はこんな感じで、もう来週じゃないや、次回はもうついに多分3周年で、すごい盛り上が、私が一人で盛り上がっている動画をお届けるかと思いますが、もうなんか何が何だか分からなくなっている、人の口下が回らない。もう次回はですね、本当にもう周年で、3周年で、ああ何が来るんだろう、楽しみすぎる、もう毎日ワクワク、あの PV が出るんでPV が出るから毎日ワクワクして、あの待ち遠しくてしょうがないわけなんですけれども、ということでですね、週1回こういう風にやっておしゃべりしながら、イベントについて話しながら5曲くらいやって、下手なプロセカをご覧いただいてるわけなんですけれどもまあ、おしゃべり動画です。そんな感じでやってますので、よろしければチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。ということで、次回もしかしたらガチャ引くかもしれないですし、引いた後かもしれないし、できればね、たまには、前回ガチャ引いた時はビビバス引いて散々だったんで、今回の3周年はちょっとね、動画で引いて、いい映像をお届けできる運を、徳を積んで運を、運力アップしときます。こうやってなんか物欲センサー働くとなんか弾けないんだろうな。まあ、ということで次回またお会いできると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。